いやー、吉井さん、森重さん、暑いですね。暑いですね。もうね、台風も過ぎて一応、まあ暑いっすよ。台風過ぎた直後はね、ちょっと涼しかったですけど、あと昨日の雨降った後、大雨降った後と、まあ暑い。でも昨日でも雷がめちゃくちゃ鳴ってましたよね。鳴ってましたね。ほんだかもうまさにゲリラ豪雨って感じで、ほんとほんと、中川もね、結構山手の方で、はい、雷が落ちたところとかもあるみたいで、はいはいはい、ね、その近くに住んでる人曰く、なんかもう地響きのようなですね、うん、ああ、いや一回僕もね、大橋なんですけど家、はい、なんか朝方多分、まあ普通寝てる時間だったんですけど、うん、雷、庭に落ちたんじゃないかっていうぐらい、本当、僕布団なんで、はいはい、その振動がもろに伝わってる、ね、なるほどなるほど、起きたんですよ、本当に雷の音で、すごいですよね。いやすごいですよ、本当ね、地面揺れますよね、雷ね、え、突然あんなとんでもないエネルギーがね、一極に集中するっていう、ね、これは自然というのは本当に自然というのはディザスターというのは本当にね、まあでも夏はね、そういう、こう自然の力を感じることの多い季節ですからね、気をつけなきゃいけないなと。いや本当にね、思いますよ、ね、気をつけましょう、気をつけましょう、はい、水分取ってということで、はい、今日も参りましょう、はい、ストックブラザーズザワールド。いや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 、イエーイ、みんなの力を借りてテンションを上げていくスタイルですね。叫び続けてるやん。いや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 、さあやってまいりましたよ。はい、ありがとうございます。8月8日木曜日でございます、はい、うん、ね、毎週木曜日夜10時半からお送りしておりますカルチャーキュレーションダバナシプログラム、はい、ストックブラザーズザワールド、はい、お相手はストックブラザーズブラザー1森重雄介とブラザー2吉井陸斗です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もね、はい、たくさんのギャラリーにね、ギャラリーありがとうございます。今度ね、本当にありがたいところでございますよ、はい、ありがとうございます。いやということですけれどもね、はいはいはい、やっぱりこういうディザスターみたいなものの話をする季節ということはですよ、まあ映画もそういう、なんていうんですか、夏の映画っていうのがね、夏の映画 ね、 そうですね、増えてくるわけじゃないですか。まあ、ありますね。ね、うん、まあもちろんそのね、自然災害ものもありますし、はい、ホラーものだったりとかね、そのいわゆるパニックと大枠でくくったらいいのかなと思いますが、うんうんうん、そうですね。ね、我々そういうところから、うん、日々のね、生き残る術を学んでいくという、はい、うんうんうん、そういうまあそうですね、オタクなわけですけどもね、イマジネーションをね、たくさんいただいて、そうですそうです。はい、まあということなんですけれどもね、うん、そういうまあ外的な要因による危機というのもありますが、うん、はい、吉井さんなんやら今日はなんか麻酔がかかって非常に麻酔がかかってまして、まあ何をあれかと言いますと、はい、まあ、歯医者ですね。歯医者ですか。歯医者ですね。まあ、ついだから2時間前に、はい、まあ麻酔を打たれたばっかりでして、うん、まあ、全然効いてますね。そうですか。口が動かない、あんまり。いやー、やっぱでもさ、麻酔って怖いよね。怖いですね。でも怖いのが、そのなんだろう、こんな状態になるぐらい麻酔がかかってんのに、またね、やっぱり痛いんですよ、ドリルが。あ、そうですか。そうそうそう、もうね、僕最近前手を上げるタイミングについて話したじゃないですか。しましたね。最近ガンガン上げててもう痛くてすぐ上げる。そうそう、あー痛い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 。もう今日2回上げましたからね、同じ箇所で。そうですか。そう、1回上げて、で、ま、あ、じゃあちょっと麻酔の量増やしますねって言って、はいはいはい、麻酔またもう全然それもないんですけど、もう打たれた感覚が、でもまあなんか多分もう1本打ってくれたんだろうなって感じで、はい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 、でもその後も全然痛くてですね、ちょっとまあ収まりはね、うん、その2本目の前よりは痛くないんですけど、でも痛くて、はいはい、そうで、ね、うちの行ってるところは最終的にどうするかっていうと、麻酔をまあある程度打った後はそれ以上増やせないんでしょうね、はい、多分ドリルじゃなくて手っていうか、そのなんていうかな、器具を直接手で持ってこうガリガリ削るんですよ、うん、はい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 、はい、だからそのウィーンじゃなくて手でこうガリガリガリって感じで、
スクラッチされるわけですか。スクラッチされるんですよね。まあ確かにこっちの方がまあ痛くはないっちゃ痛くはないんですけども、怖いですよね、うん、怖い怖い怖い、うん、なんか歯抜かれるんじゃないかっていうね、そのままねそう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 、ちょっと削りすぎてあっとかやってこう、そう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 、奥まで行っちゃったみたいな、そうそうそう、だしね、その歯医者の人 の負担すごいじゃないですか。そうですよ、腕の力とかいるでしょうから、腕の力、歯医者の腕の力の心配をそう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 、なんかしたくなるような、そうそう、腕の筋肉の心配をねしたくなるぐらい。ただまあ確かにまあマシっちゃマシなんですよね、それは。そうですか、うん、でまあなんとか今日も終えて、なんとかな、じゃあまあ少し、うん、なんていうんですか、展開があったという、まあそうですね、ふうに考えていいでしょうかね。そうなんです、結構ね、まあ僕もだいぶ長いこと言ってますけど、はい、なんか前こう違う箇所をいつもやってて、うん、で多分あと左上、うん、来週左上ですと今度は、はい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 、うん、で多分次かその次ぐらいで終わるんじゃないかなと思うんですよね、一通り。これ我々そろそろさ、うん、なんかどこかの歯医者さんの提供でこの番組をお送りするみたいな僕が通ってるところから ねそういうこんなことしてくれますよってね、うん、でもう少しこう歯医者について詳しく知ってね、はいはいはい、話すっていう。そうですね、ちょっとスポンサードされたいですからね。されたいされたいね、これから今日ね話そうと思ってる、まあ、某配信、うん、サブスクリプションサービスといいますか、はい、ね、もうね、なんかそろそろいいんじゃないのって感じですよね。いや、そうですよね、まあ、せめてさ、そのまあ月いくらとかじゃなくていいから、うん、僕らのネットフリックス代っていうかね、はい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 、はい、そんぐらいいいんじゃない でしょうか。そうですよねちょっとね、できればできればねと思いますけど、 ね、まあまあまあそうね世の中うまくはいきませんからはいね、うんうん、もう皆さん誰かの力添えをいただきながら、うん、そうですね、頑張りたいとはい、はい、思っております何の話やって感じ、何の話やって感じ。もうね、でも行きましょうか、もう今日は ね、はい、今日は、うん、D の方、 D の石を継ぐものということで、 C の方じゃなくてD の方でいきますよね。わかりました、うん、D の石を、ここね、しっかり意思疎通をせずに放送を始めてしまったところがありましたから、はい、あらかじめね、はい、非常に打ち合わせが少ない番組でございます。だいたい瞬発力でやっております、はいはい、ということでこのコーナーでございます、はい、誰も知らない、知られちゃいけない、ドラマンどころが誰なのか、何も言えない、話しちゃいけない、ドラマンどころが誰なのか。人の世に愛がある、人の世に夢がある、この美しいものを守りたいだけ。今日もどこかでドラマンどころ、今日もどこかでドラマンどころ。さあ、ということで、いやそうですよ、またかとドラマばっかりかと3週目やないかっていうねいや違うんですよ、見てるんですよ、うん、まあね、タイトル出しますと、例えばロバート・ゼメキスの新作、マーウェン、マーウェン、はい、まあ、ひっそりとやってね、はい、始まってもう終わったのかな、下手したら。あ、そうです ね、かなりひっそりな公開でしたね。かなりひっそりでしたよね、福岡でも中洲太陽さんだけで、はい、上映がありまして、あ、まだ上映はあるみたいですね。あ、そうですか、はい、まあ、でも1回だけですね、はい、しかもね、スティーブ・カレルっていう結構ね、すごいいいそのキャストでというか、まあそうですよね、うん、まあコメディアンでありながら非常にまあ性格俳優的なところもある、まあ東大きっての俳優さんですよね、うん、本当にもう大好きな俳優ですけど、うん、そうですね、ね、っていう作品もまあ一応見てはいるんですけども、はい、まあドラマかなとそうですね、まあね、まあその暑いんで、うん、そのまあ映画館に涼みに行くっていうね、はい、 そう、それもありですけども、うん、まあ、さらにありって、まあ、僕が言うのはなんですけど、はい、まあ、やっぱり家でね、うん、いろいろ見れるネットリックスっていうものも、うん、まあ、Hulu とかね、いろいろなんでもいいんですけど、うん、っていうものも今あるので、いや、だしですね、この地方都市においてはですよ、うん、この時期は、うん、ロングランの夏休み映画が非常に多いの で、はい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 、実はあんまり見る映画のバリエーションがないというところもあるかなと思います。まさにそうなんですよね、うん、まあ見たい映画はあるんですけど、はい、そのなんだろう、本当にこうなんかまあ確率的になっていうか、ラインナップになっているところもあるので、まあね、天気の子も僕も見ましたけどもね、はいはい、うん、まあね、なんて言いますかね、そのこんな言い方したらあれですけど、はい、映画館としては日頃見に来ない人が見に来やすい時期なので、うんうん、ある意味稼ぎ時であると。そうですね、だから、まあ、入る映画を長い期間やってしっかり稼いでおいて、はいはいはい、他の季節に備えるという、まあ、まあ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 、そうですね、
まあ、普通の季節で言うと冬的な季節ですよね。そうですね、映画ファンがまあ冬眠する、うん、そうですね、季節でもあるとそうですね、いうことですので、まあ、ドラマンどころのコーナーを、はい、ちょっとやろうということでございまして、そうですね、はい、まあ、シネマンどころがね、映画の話をするのに、うん、あの対してドラマンどころはドラマであったりとか、うん、あの配信の、まあ、いわゆるプログラテレビ TV プログラム的な、ね、はいはいはい、ところをやるっていうのが、まあ、恒例になっております。そうですね、はい、はい、まあ、ということですけれども、はいはいはい、どうですか、まあ、今日もやっぱり、うん、あの基本的には、うん、Netflix さんの、ね、どうでしょうか、スポンサード、スポンサード ね、うん、あの今からずっと Netflix さん話しますよ今日、しますよ、ぜひ ねよろしくお願いします、はい、でもあの配信サイトの話でね、ちょっとこう、はい、触れておきたいことがありまして、はいはいはい、あれです、Hulu と、うん、ディズニープラスと、うんうん、それから ESPN、 ESPN っていうのはあのスポーツ、海外スポーツの配信とかをやってるダズーンみたいな、やつがニュースとかも持ってるんですけど、この3つが、はい、合体した配信サービスが始まるということでして、ついにですね、はい、ESPN が Hulu を買収したんですよ、はい、でその時点でスポーツと配信っていうところが合体するってことになったんですが、うん、これとどうやらディズニーが提携するということで、しかも月額1200円ぐらい、あらららら、でこれとんでもないまた面白くなってきたなってシーンがと思うんですけれども、プラス300円ぐらいとか、そうですね、3チャンネルで、どういう風なプランがね実際に用意されるのかっていうところまではまだ分かっていなくて、うん、あの近日アメリカでまずは、うん、あのサービスが開始されるというのを昨日実は僕もネットニュースで見つけまして、なるほどね、いやこの配信業界もさ、うん、結構その勢力図も含めて変わってきてるし、うんうんうん、あの何でもとりあえず配信と一括りにしていたものが、うん、あの用途によって使い分けていくような風になっていくんじゃないかなっていう気がしますよね、うん、結構ねその映画に関してはまあ基本やっぱりあのなんだろうどれもまあその過去作とかに関してはとりあえず、はいはい、まあちょっとラインナップ違ったりするけど、はい、まあ大体一緒だったりするじゃないですか、うん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 、僕の印象ですよ、僕はあんまりそんな詳しくないですけど、はい、Netflix と Amazon プライムはその独自コンテンツをちゃんと持ってるんで、そうですね、非常に分厚いですよね、そうそうそう、うん、だからそういうだからフールがちょっと弱いかなっていう印象ですね、うん、そうですね、うん、あのドラマだったりとかのね、うん、その配信やっぱり日本のテレビ局との提携もあるみたいですから、そのあたりでの日本の民放ドラマの配信とかっていうのはフールすごく早いですし、うんうん、あのそのあたりの強みがあるので日本では割とフールも人気があるみたいですけれども、確かにオリジナルコンテンツとしてはね、うんうん、やっぱり Netflix、Amazon プライム非常にその、ねうん、あそう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 だっすよね、ですよね、そうだっすね、そうだっすでもなんかあのアップルも配信サービスであのこれから展開を始めるんだっていう話ですが、いや戦国時代ですね、いやちょっと面白くなってきましたし、まあ、ちょっとね、うん、まあ嬉しい、面白い、確か面白いんですけど、僕らもさいろいろこうまたがって今僕すでに Amazon プライムと、まあ、Netflix、はい、あと一応 Hulu も入ってるんで、はいはい、なんかねちょっとこうまたまあ、これで月額3000円ぐらい飛んでいくわけじゃないですか、そうですね、ねえちょっと怖いな本当、まあそうですね、ただまあまあまあ、 あのこういうものを入れておいてですよ、うん、あのどうしても見逃してしまったものであったりとか、はいはいはい、日頃日本の劇場では公開されなかったものをしっかりチェックしつつ、うんうん、そのこれねあの僕毎回言ってますけど、はい、なんていうかね映画館への欲望が高まる装置だと思っていて、うん、配信サービスっていうのはで、もちろんね映画館に日頃行かない人にとってはそうではないと思うんですけど、はい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 、まあちょっと映画を見に一回行ってみて、うんうんうん、で日頃配信とかで見てる人が見ると、うんうん、あこういう楽しみ方あるんだっていう風に気づきやすくなると思うんですよね、配信をいっぱい見れば見るほど、なるほどなるほど、うん、だから僕は結構表裏一体とても大事な組み合わせなんじゃないかっていう風に思っているんで、なるほどですね、ね、こういう配信サービスも我々もどんどん紹介していきたいですね、はい、そうですね、まあまあ面白いですからね、いや面白いんですよ、まあということで、はい、夏休みでございます、はい、世間というか、うん、そのいわゆる、まあそうですね、チャイルドチャイルドたちキッズたちはね、キッズたちはね、ですけれども、うんうん、どうですか吉井さん、夏休みの思い出っていうふうに言われたら、うん、なんかこう夏休みの思い出か、うん、もうそうっすね、でもなんかなんだろうな、まあもちろんその家族で海行ったりとかっていうこともありましたけど、はい、まあ、やっぱりなんですかね、めちゃくちゃ暑い中、うん、もう子供の時は部屋にまだクーラーなかったんですよね、だいたい宮崎にいたんですけど、その小4から宮崎だったんですけど、常夏ですね、常夏ですよ、はい、あの状況でよく扇風機だけで、まあ、昔はね多分その時まだこんな暑くなかったのかもしれないですけど、20年前、はい、20年前かもうに、あ
恐ろしいよ恐ろしい今言って思いましたけどね。だからその暑い中、はい、汗かきながら、うん、布団ベッドに横になって漫画読んでるっていう。そうですよねだったりなんかラジオ聞いてたりとかね、うん、そういうまあね、最も我々がインプットができる時期だったわけじゃないですか。僕は割とですね、ツタヤから借りてきた DVD をそのまあ外にも結構ね連れて行かれることって多かったんですけど、まあ夕方とか以降からはちょっと映画を 2,3 本、見るっていうような感じで、ほほほほ、いいっすね、基本的には007かパニック映画なんですけども英才教育だ、ね、そういうのがやっぱり涼しい中でね、あーいいっすね、見るっていうのが良かったなっていう全然あの夏っぽいウェイウェイした話は我々から出てきようがない、ね、なんてナードなんだ本当ですよ。まあね、そんなナードの話でいけばですよ、はいはいはい、先週お話ししたストレンジャーシングス、はい、私、シーズン3まで、ね、全て見ました。なんとね、はいはいはい、まあね、先週シーズン1までしか見てないって言ったんですけど、うんうん、よく見たらシーズン2まで見てまして夜中のね、はいはいはい、時間を使って、うんうん、まあ完走したわけなんですけど、ね、2日間ぐらいで見たんですもうね、朝です、朝、うん、朝ね、うん、今日、今朝ですね、今朝見終えたの、見終えた、うん、明るかったですもんね、見終えた時はもう止まんないっすよね、いや本当に本当に、まあネットフリックスオリジナルシリーズのドラマですよね、うんうん、ストレンジャーシングスは、うんうんうん、はいはいはい、で、まあいわゆるジュブナイルものというか、うんうんうん、まあ先週ね、少しお話してるんで聞いてもらいたいと思いますけど、うん、はいはいはい、やっぱりさ、その、うん、上がりポイントというかですよ、うん、その見ていながらですよ、うん、ああこの絵は決まってるな、この音が決まってるなっていう、そのカタルシスをね、こんなにも次々に打ち込んできてくれるっていう、幸せ以外の何物でもないです、ね、いや本当ね、うん、ちゃんと気持ちよく打ち込んできてくれるっていう ね、うん、いやこれね、そして見ながら思ったんですけど、うん、すごくあの年齢層の高い人たちにとっても、うん、ある意味80年代の話でもあったりするし、うん、その映画としてもあの古典的な、はい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 、すごく定番の、ね、ストーリーだから見やすい。だけど例えば今 の、 そのティーンの子たちにしてみても、はいはいはい、色の使い方とか、うんうん、そういうものがすごくやっぱインスタとかで流行ってるような色じゃないですか、はい、うんうんうん、でちょうどさ、その古着みたいなものとかも含めてリバイバルが来ていて、うんうん、今週の土曜日も、うんうん、あのカフェルルンのスタッフのね、はい、あのキヨちゃんっていう19歳の子が企画した古着カフェのイベントがあるんですけど、うんうん、それとかもやっぱり、うんうん、あの、うんうん、ストレンジャーシングスに出てくるようなあの風景をやっぱいかに具現化できるかっていうことを一生懸命考えてやったりとかしてるんですよね。で、まあ、その子から僕はストレンジャーシングスシールをもらったわけなんですけど、ビビーかでしたっけ、うん、なんか金がついた、そう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 、はい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 、っていうところを思うとですよ、うん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 、なんかやっぱり非常に、うん、まあ、期せずしてかもしれないんですが、うんうん、広い年齢の人たちに楽しんでもらえる作品できてたって感じがしますね。確かにですね、若い人にね、うん、あのシーズン3でさ、そのあの、まあ、出てくる、はい、ちょっと彼の名前をね、あれですけど、マックスのまあお兄ちゃんというか、はいはい、ビリーですね、ビリーです、ビリーですね、はいはい、であのブッブールの監視員してるじゃないですか、その時 の、 あの、まあ、水着だったりとかサンダルとかを、はい、あの H&M がコラボで、はい、あの販売しててですね。あ、そうなんですか。そうそう、6月配信始まった頃にちょうど販売してて、そうそう、見終わった後に行ってみたらもうなかったんですけど。そうですか、うん、もうないのか。あとあのタンクトップとかね、はい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 、明らかに 80s って感じのデザインとその色なんですけど、うん、をね、 H&M が売って、まあ、速乾スタもするぐらい、うんうん、ね、その 80s ファッションとかも含めて、そうですね、ね、若い人たちに人気が、まあ、もちろんそのシルエットだったりとか、うん、そのスタイルみたいなものを少しやっぱり今風リメイクをしているんだけども、それによってかえってリアルに80年代みたいなものを感じられる、うんうん、確かにね、その今同じものを持ってくると逆に80年代って感じられないところがあるんだけど、音楽にしてもやっぱりリメイクすることによって我々にしっくり伝わるみたいなところがあるから、確かにね、これはさ、やっぱこのまあね、プロデューサーのダファーブラザーズ監督としてもね、今回やってますけど、いやうまい、いやうまい、本当に素晴らしいですよね、素晴らしい。まあね、ぜひ、まあシーズンは1シーズンあたり大体8話とかぐらいで、3話、3シーズンまであるので、はい、ね、ぜひ夏休みにまだ見られてないという方ね、うん、これからいいんじゃないでしょうか。そうですね、うん、まあ、ということでございまして、これはまあ先週からの続きの話ですが、はい、まあ、その他にもね、そうですね、うん、そうですね、先週からの続きの話でいうとちょっと思い出したんですけど、はい、ザ・ヒーローズって映画の話を僕、先々週でしたか、ちらっと、あ、ですね、はい、Amazon プライムで、はい、ちょっと今なんか話題になってるらしいと、はいはい、あ、ザ・ボーイズですね、ザ・ボーイズ、ザ・ボーイズという映画の、ヒーロー
ヒーローがもうその一般的にいる社会、はい、でまあそこ彼らは株式会社に所属して、はい、まあ、そこのまあ会社が管理しているヒーローたちなんですけども、実はまあ裏でいろいろ、まあ人間ですから彼らも、はい、いろんなね、まあ、悪事だったりというか、まあ、うんうん、実際の人間性はそのヒーローとは程遠いものだったりとか接したりとかして、うんうんうん、でまあ事故を起こしちゃったりとかして、うん、で主人公はですね、そのある、フラッシュっていうあの DC でいるヒーローみたいな、ああいう能力を持ったヒーローでいるんですけど、早く動けるっていう、早く動ける、そいつが彼女と一緒にこう道端で、はい、歩いていたら、はい、そいつがなんか彼女が急に粉々になってですね、目の前の彼女が、もうあのちなみにザ・ボーイズっていう映画がですね、かなりゴア描写がすごいんですけど、ああそうなんですか、もう彼女が一瞬で目の前にいる彼女が肉片に化してですね、で何かと思ったらちょっと離れたところにそのフラッシュみたいなヒーローがいて、はい、すまん急いでたんだっつって慌てた様子でまたどっかに走っていくんですけど、通過しちゃったんだ、通過しちゃってですね、うわ早すぎたヒーローでその彼はヒーローファンだったんですけども、はいはいはい、家にあの部屋にポスター貼ったりとかしてね、ええ、でその彼女を一緒に奪われたことで、はい、でまたその会社がそれをに対して隠蔽しようとするわけですよ、はい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 、ヒーローを起こした事件なので、はいはい、すごく人気あるヒーローなので彼がまた、うんうんうん、っていうことでアンチヒーローに彼がなっていってっていう話なんですけど、なるほど、これちなみにこっちもですね、あのまだシーズン1だけ、はい、ほんと始まったばっかり で、はい、で8話まであるんですけども、はいはいはい、一気見してしまいまして、これがまたねよくできてました。そうですか、うん、わーそれはでもさ、そのなんだろう、ヒーローが、うん、まあ、ヒーローの裏側ですよね、はいはいはい、っていうものを描くっていう話はさ、うん、風潮としては必ずどのシリーズにも来るじゃないですか、はい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 、まあ、例えばですよ、うん、ドラゴンボールはですよあの鳥山明先生がまあそんな関わってないと言われてますけど、ドラゴンボール GT で、はいはい、あのドラゴンボールを使いすぎたことによってドラゴンボールに負のパワーが溜まって、その一つ一つから敵が現れて戦わなければいけなくなるっていうようなことをやるんですよね。で、まあ、でも、うん、まあ、時系列的にはその前を描いているんですが、今やってるドラゴンボールスーパーというのはですね、まあもうそこからさらにぶっ飛んで、うん、もう戦闘だったりとか、うん、宇宙規模になった、うん、あの迫力のある漫画になっていってるわけですよ、うんうんうん、だからさ、ヒーロー映画も、うん、ひょっとしたらこういうその裏側を描くバネみたいなものを経てですよ、うんうん、また新たな地平に、うんうん、ジャンプアップしていくんじゃないかっていう気がしますよ ね、 そ う、 そ う、 ね、うん、そう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 、マーベルとかね、ストレートにヒーローを描くっていう、はい、反対のこの動きっていうのが、ね、なんかこういい感じで相互補完的に、そうですよ ね、 ねなっていってね、うん、そうそう、だからこういうサイドの描き方も絶対必要だなと思うんですよ。必要ですよね。これは多分マーベル側にとっても、まあ、うん、ていうかその普通にヒーローをやろうとしてる人たちにとってもありがたい。そうですよね、うん、誰かがこれちゃんとこういう側面を勝手に描いてくれるっていうのは、うん、しかもなんかシーンとして、うん、しっかり横軸でね、うん、はいはいはい、他のいろんな作品とつながりながら、うんうん、その裏側を描いていくというか、はいはいはい、一時期これはソニーピクチャーズがやってたスパイダーマンの時期に、うんうん、ちょっとやっぱりそういうヒーローの苦悩みたいなものを描いているんだって言われ方ってかなりしてましたけど、そうですね、割とでもね、まあ、ダークナイトとかね、なんかこう単体であったっていうような感じだったと思うんだけど、うん、今これだけもうヒーロー映画というふうにくくるのもちょっと、うんうん、どうなのかと思うような時代になった今ですよ、うん、何か次のシーンへの布石になっていくんじゃないかっていう気がしますよね、うん、もう本当まさにまさに、ね、またね、このなんかまあ一番その超強いと言われているヒーローが、はい、まあ、完全にスーパーマンみたいな能力を持ったやつなんですけど、またねこうクセモンでね、はいはいはい、なかなかこう、しかも対するこちらは、うん、そのヒーローにそれぞれ恨みを持ったりとか、はい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 、そのシステムおかしいと思っている人たちは、うんうん、もう普通の一般人なので、うんうん、何の能力も持たない、うん、さあどう戦っていくのかっていう感じなんですけどね、相手も超でかい企業ですから。そうですよね、うん、まあ、それで言うとですよ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズのジェームズ・ガン監督の、ブライト・バーンっていうホラー映画が、これはですね、はい、スーパーマンがもし悪の道に行ったら映画なんですよね、はいはいはい、でこれもね、少し、うん、公開自体は伸び伸びになりながらやってますけど、もう予告編とかも出てますし、うんうんうん、あ、そうなんですか、それは DC で、これはソニーピクチャーズなんですよ。でスーパーマンやるんですか。です、ホラー映画としてソニーピクチャーズが作るということで、へ、だからさ、うん、マーベル、DC、ソニーピとさ、うん、ジェームズ・ガンはもう3つやるってことなわけですよ。本当っすね、すごい監督、すごいな、もう本当東大、ね、うん、切ってって、まさにこの
のことだって感じですけど、そうですね、このあたりも非常に楽しみですよね、同じ文脈でいくと。それは知らなかった。結構スーパーマンってね、なんていうかすごくいい、なんていうかな、まあ一番代表的なキャラクターでもあるっていうのもあると思うんですけど、はい、結構いろんなイフストーリーが作られてたりとかして、ね、漫画でも、もし最初に落ちてたところ、地球に落ちてきたところが、アメリカじゃなくて、ソ連だったらっていうのを描いた漫画とかもあるんですけど、なかなかね、もし共産圏に、そうですね、スーパーマンが共産圏に落ちてたとしたらっていう、いやなかなかね、いや楽しみですね。楽しみですよね、なんかいろんな角度からいろんなものが見られるということのこの幸せさね、幸せですね。我々ナードにとってはたまらない至福の時代がやってきてまいりました本当ですよ、本当に。いやねー、いや、そう ザ・ボーイズをね見まして、ぜひね、ちょっとね、先週のね、ぜひ見てください、面白いです本当に、うん、結構ねちょっと先週の振り返りが長かっちゃいましたけど、はい、なんか新しいのは何かありますでしょうか。そうですね、僕は、はい、結構最近そんなにバカバカは見れてないんですけど、うん、さっきほらちょっと話してたクイアアイとかさ、はい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 、一回 NRS ラジオ来る前にね、はいはいはい、この番組でも扱いましたけど、はいはいはい、これとかいいんじゃないですか、夏休みのこの夜とかに、うん、夏休みとはいえ仕事じゃねえかみたいな夜に元気を出すためのそうですね、うん、一話、まあ、これはリアリティショーで一話完結型で、はい、まあ、クイア5と呼ばれる、はい、まあ、ファブ5だと呼ばれる、ゲイの5人集団が、はい、まあ、依頼を受けて、はい、誰かのその一人を、まあ、改造というかですね、なんか ステップアップさせるというか、そうですね、まあ、そういう変身させる企画ですね、うん、まあ、日本のワイドショーとかでもある、うんうんうん、ね、奥さん改造みたいなやつとかにちょっとまあ、はいはいはい、ちょっとまあ似てるという、うん、ジャンル的には一緒なんですけど、うんうん、まあ、全然違うのが全く押し付けでは一切ないという、うん、そうそうそう、うん、で非常に丁寧で、うん、まあ彼としても好ましい、自分彼その人自身が、はい、実はこうなりたいと思っているその欲望というかですね、その本当の気持ちをちゃんと見つけ出して、はい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 、彼が納得するような返信もちゃんとさせるという、そうですね、うん、いや本当にフード担当、うん、それから、まあ、建物インテリアを含めた担当、はいはいはい、それから、まあ、美容ですね、はい、髪の毛とか肌みたいなところの担当、うんうんうん、はいはいはい、で服ファッションの担当、うん、そして、うん、カルチャー担当、カルチャー、これがね、うん、このリアリティショーの非常に醍醐味ですよね、はい、醍醐味ですね、ね、うん、さっき話してたのはさ、はいはいはい、一つ警官のおじさんを改造する会の話だったんですけど、あれはやっぱりその何ですか、まあ、人種差別を一つちょっと下敷きにしたような会だったですかね、うんうん、はい、まさにそのカルチャー担当の人はね、黒人で、うんうん、ちょうど、まあ、ちょうどというか今アメリカではそのやっぱり黒人、まあ、警察の特に対する黒人に対する差別というか、はい、ね、何もしてないのに、まあ、殺されるような事件が本当に起きているので、うん、そうですね、そこの緊張関係とかがね、しかもそれを言葉にしてお互い話すっていうシーンが出てきたりとか、ね、いやその単、まあ、単にそのなんていうかな、気持ちに蓋をして、はい、彼の改造を施すのではなく、うんうんうん、ちゃんと心を通じ合わせる会話をね、うんうん、毎シーズン しようと特にファブファイブが努めているっていうところが すごく非常にグッとくるところで、いやだから最初さ、すごくユーモアたっぷりにさ、ディスをこうしていきながらさ、うん、なんだよこの部屋とかさ、はい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 、めちゃくちゃダセーなとか言って、最初大体部屋で遊ぶんですよね、勝手にね、そう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 、キャーとか言って、うん、もうやべえやつら来ちゃったみたいな、うん、このパンツは絶対履いたらダメってこれは女の子逃げますみたいなそう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 いじったりとかしてね、めちゃくちゃいじって、うん、でだんだん仲良くなっていって、うん、でもそれぞれの担当が、例えば料理の担当のさ、うん、人とかアントニーか、うんうん、なんかもその日頃どんなのしてんのみたいな感じでさ、はい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 、これが好きなんだとかいろいろ話しながらさ、うん、結構さ世間話をいっぱいするっていうところがすごいいいんですよね。本当すごいんですよね、もうね、涙出るもん、涙出るもん本当なんだろうか、うん、すごいやっぱ人によってその改造を受ける人ってさ、うん、結構その人によっては、うん、会によっては結構なんか、まあんまり乗り気じゃなかったりとか、うん、その自分がお願いするっていうよりは結構多選のシステムっていうのもあるんでしょうけど、はいはいはい、そうですよね、そうそうそう、だから途中でね、さ、起業しよう、アプリを開発して、うん、起業したインド人の人いるじゃないですか、はい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 、あの時とかね、人最初なんかもう全然、うん、目も全然合わせないし、そうですね、ハグとかもちょっと抵抗あるような感じだったけど、うんうんうん、最後改造を終えた後にね、うん、まあ大体ちょっと最後はちょっと話して、うん、そうそうそう、サブ5が帰っていって、うん、彼が一人で頑張るっていうシーンが最後に出てくるんですけど、うん、その時の別れのスピーチとかもね、いやファブファイブたちが泣いてるのを見たらもう泣きますからね、間違いなく本当に君たちと友達になれてよかったんだっていうのが心から出てきてるから、うんうんうん、いや
ね。いやなんてね素晴らしい。コミュニケーションだし、うん、その人と の, その全然違う価値観や違う立場の人間とコミュニケーションを取るってこういうことだと思うし、はい、誰か隣の人が困っているときにその人の背中に手を置くっていうのはこういうことじゃないですか。なんかねだからもうコミュニケーションだね。そう、本当に。まあいろんな世界でね、なんかこう人をなどうだ、人のためにどうだこうだって言われてますけども、やっぱりなんかこういうふうにユーモアをたっぷりに人と関わっていきたいっていうふうに思いますよね。思いますね。本当に素晴らしい。これをねみんなができていけば、ちょっとずつできるようになっていけばもう ねいい世界になっていくと思いますよね。間違いなくまさに日本です、で、スペシャルシーズンでね日本のを舞台にしたもの、はいはい、ちょっとまだ 見れてないですけども、いやね僕それ後で知って、はい、本当に見てもらいたいですけどね。ファイブファイブに来てもらいたいですもんね。来てもらいたい、来てもらいたい、友達になりたい、改造してほしい。いやいやいいな、素晴らしいです。このねクイアアイ、クイアアイですね、はい、もうぜひ1時間弱ですよね。そうですね、1 50分とかそのぐらいなので、で別に続きでずっと見なきゃいけないわけでもないんで、ちょっと余った時とかにね、見ていただけると、本当にこの暑い夏もね、乗り越えられるんじゃないかなって過言ではないと思いますよ。またファイブファイブがね一人一人魅力的なんですよね。超キャラクターがすごい良くて、本当に ねいや、いやいやいや、ということでございます、はい、あとねちょっと時間来ちゃいましたけど、いいちょっと一本紹介いいですか、ですね、これ映画なんですけど、はい、Netflix のオリジナル映画、はい、でちょっと一本ですね、ちょっと前に公開されたやつなんですけど、韓国映画で、はい、サバハという、サバハカタカナでサバハって言うんですけど、はいはいはい、これがですね非常に良かったのでぜひ見ていただきたくてですね。そうですか、はい、へー、まあジャンルとしてはですね最初ちょっとホラーかなと思うんですけど、まあはい、サスペンスかな、一番ミステリーというか、おう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 、一番ジャンル的には合ってるかなと思うんですけど、はい、まあ、新興宗教のですね、はい、その取材を、まあ、なりわいにしている、はいはい、牧師が主人公でして、まあ、ちょっとその時点で面白いんですけど、面白い、キリスト教の牧師が、まあ、新興宗教をいろんな新興宗教を調べ上げて、まあ、ちょっとその悪事を暴いたりとかっていうかですね、まあ、その牧師自体もなんかまあうさんくさいやつなんですけど、はい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 、でがそれがちょっとまあとある新たな宗教団体を見つけたんですけども、でそのまあ友人がまた僧侶、はい、友人でいるんですけど、おーおー面白い、そうそう、でその助けを借りてその実態に迫っていくっていうような話なんですけど、まあ、そこでですねこれが2年ぐらい前かなったのがコクソンっていう映画、はい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 、はい、あれをちょっと彷彿とさせる、この映画のジャンルは一体何なんだというか、はい、この映画がどこにたどり着くのかっていうのが非常にですね、はい、見ていて興味をそそられてしょうがない映画になってまして、そうですか、そうそうそう、コクソンなんかがまさに、はい、ホラーなのか、はい、そのなんかそのエクソシストものというかなのか、はい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 、それともなんかそういうものを全部実は全部嘘でその俯瞰したそのなんていうかな、もうちょっと地に足がついたようなものなのかっていうのが非常に見ていてこう混乱させるような映画だったんですけど、国村純がね日本から出てましたよ、そうそうそう出てて、はい、ね、コクソンってなんで国村純なのかっていうあれで、国村が音読みでコクソンだからっていう、はいはいはい、えっていうような、いや そんなこと本当にあるのかっていうね。まあ多分嘘なんでしょうけど、まあ嘆く声とかでねコクソンでしたけど、そうそうそう、はいはい、タイトルはそうなんですけどね、でサバハっていう映画があれ、これですねめちゃくちゃ面白かったのでぜひ見ていただきたいなと思いました。サバハ、サバハ、それはNetflixオリジナルのオリジナルですね、ムービーで、オリジナルムービーで、監督は、監督ですね、チャン・ジェヒョンという人でですね、はいはいはい、日本公開された映画では、時間回廊の殺人だったかなっていうような、ちょっと本当に小規模で公開された映画しかまだ撮ってない監督なんですけど、ただちょっと今作が本当すごくよくできてたので、はい、これからまたちょっと大きくなっていく人かもしれないですね。いやちょっとそれは見なきゃいけないですね。これはめちゃくちゃ面白かったです、まあ、しかもね、やっぱ韓国映画うまいのがですね、こういうジャンルの映画でもなんかきっちりね、なんか笑いどころ入れてくるんですよ。あ、それはやっぱりレベルの高さですね。レベルの高さですね、なんかね普通にクスって笑っちゃうのがいっぱいあってですね、はい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 、で かと思えば本当に恐ろしいとかめちゃくちゃ恐ろしいので、おー、またいや本当にこれ見ていただきたいですね。これはそうですね、サバハ、サバハ、うん、そのなんていうかな、その新興宗教って怪しい感じと、はい、ただ実際になんかその本当に悪魔的な何かがいるっていう、そのまあ非現実的なというかですね、感じとっていうそのバランスが絶妙で、どっちに転ぶんだこれはっていう展開、で
でまたすごいところに着地する映画なので、はあ、はい、っていう感じですね。まあ、観客側がさ、うん、ある意味そのとんでもみたいなものに対するアレルギーを持ち、うん、持っているこの現代に、うん、しっかりといやいやその程度で俺たちは終わらないぞっていう映画作りですよね、うん、これはね本当にね、うん、すごいですよエンタメ、すごいな、これがエンターテイメント、これがエンターテイメント、さすが韓国、すごいネットリックス映画サバハ面白かったっす、ぜひ見ましょう、はい、はい、見てください。まあそのあたりですか。そうですね、うんうん、今日はね、まあね他にもいろいろありますけども、あの皆さんもぜひお便りを、あですね、こんなの見てよかったよみたいなものを、はいはいはい、届けいただければね。特に配信系なんて本当にさ、うん、もうめちゃくちゃあるから、うん、僕らが知らないものも多分いっぱいあるので、そうですね、そういうのをおすすめしていただけると嬉しいですよね。なんかね全然旧作とかでも、うん、あの我々結構見てないものとかもあると思うんで、うん、これをぜひ見てくれみたいなのがあれば、まあそれを元にねシネマのところやるなんてこともね、恐れ多いこともやらせていただくかもしれない決済ねえいやぜひ本当に心待ちにしておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでございまして今日のドラマんどころのコーナーでした。はい、そしてまいりますよ、はい、今日の英単語よいしょ。いや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 、やってまいりましたね、はい、ちょっと時間がね少し過ぎてきておりますけれども、うん、まあ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 、あのこのコーナーではですね、はい、ネット上に落ちている英単語をみんなで学ぼうということでネット上に落ちている英単語、あのね、まあ検索が非常に多い、急上昇している、はいはいはい、あの単語を拾ってるんですよ、はい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 、ね、この1位がね今日なんとね、うん、はい、カタカナです。え？だからこれは飛ばします。あ、なるほど。あ、ね、クリステルっていうそれが1位か。なんでそこにさ引っかかってくるんだろうね。いや、わけわかんない、ね、しかも英語じゃないでしょ、名前でしょっていう、ね、うん、まあね、小泉ですか、小泉さんとね、うん、ね、小泉クリステル、ね、なんというかな、まあまあ、なんとも言えないですけど、はいはいはい、今日、まあ、じゃあその単語の次に出てきた急上昇ワードということで、うん、この単語を参りたいと思います。はい、Correct Correct 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 カタクナにカタカナ読みをしますね、これはもうお分かりですよね、はい、そうですね、まあ、集める、ああれいいですか、もう一度いきますよ、はい、Correct Correct Correct あれ、まあ、正しい、正確な、そうそっちですね、なるほどなるほど、そっちですね、あ、なるほど、あなたでしたのこれ Correct あ、そうか、違うのか、違う単語か、歯のね、前歯の裏につけるのが集めるの方ですよあで、ちょっと麻酔が効いてますからね、ねえ、そうですねそう、でもまさに正しい、間違いのない、はい、というような意味でございますね、うん、礼儀にかなった貧困法制なということで、まあレベル1これはまあね、分かる方もたくさんいらっしゃると思いますが、うん、ね、あれまたレベルさ、なんか先週見えなかったの復活したんですね、うん、まあね、まあ、ちょっとクレームを受けて、うん、まあ基本的に、うん、まあ我々とのまあやり取りで動いてんじゃないかっていうやり取りでね、うん、あ、じゃあ気はしますけどね、しますよっていうねさあ、はい、では参りますよ、うん、はい、Repeat after me、はい、Correct Correct 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 One more time, OK? OK Correct Correctもう言いっぱなしで終わるっていう、うん、もうね、なんかいい間だったな、いい間だったですね、はいはいはい、やっちゃいましたけどもKBC シネマどうですか。あ、そうですね、夏はそうですね、東京裁判を、はい、あ、来週の月曜日と木曜日2日だけなんですけれども、はい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 、今 4K デジタルリマスター版ということで、はい、再上映しておりますので、はい、ぜひ、終戦記念日もありますし、はい、まあ今ね改めて振り返るというのは非常にいいんじゃないでしょうか。そうですよね、ということで、はい、4時間ぐらいありますけどね、まあ、あーでもやっぱりね見たいし、うん、ひょっとしたらまあ先週、うんうん、来週とか、はい、その終戦記念日周辺ですから、うんうんうん、戦争映画あたりちょっとね、そうですね、取り扱っていくみたいなこともあるかもしれないし、うんうんうん、そうですね、まあないかもしれないし、ないかもしれないし、ね、うんうん、この番組は非常に誘導的でございますからね、下手、はい、なこと言うとねちょっと怖いので、ね、そう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 、うん、言いませんよ。まあね、でも本当にこんな時期だからこそ映画だというドラマだということでもありますけれども、ね、うんうん、我々にはねゲームという、そうです、ゲームという業務、うん、ゲームという業務ミッションがねミッションがありますから、うん、こちらもねどんどんやっていきたいところでございます。あ、終わりか、さよなら、さよなら